はい、こんにちは、勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら。ピッ、なんか届きました。プレミアムバンダイです。なんだろう、なんなんでしょう。じゃん、お、あれが入ってる。うわ、すごいでかい。うわー、こんな感じで入ってるんだね。せーの、ドン。ダース・ベイダートゥース・セイバーということで、もう速攻買いましたね。速攻予約しましたよね。お値段が3218円の送料込みで3758円。すごい、スター・ウォーズでございます。スター・ウォーズ、ダース・ベイダートゥース・セイバー、2016メイド・イン・チャイナって書いてありますね。はい、簡単3ステップで爪楊枝を取り出し可能ということで、レバーアクションで爪楊枝を引き抜く。これがね、すごい気になってたんですよね。爪楊枝は約10本収納可能。10本ですね。はい。サイズによっては蒸気寸法内でも対応できない爪楊枝もございます。大丈夫かな？俺、だいたいお弁当箱とかにつく、割り箸についてる、あれだけど大丈夫かな？さあ、見ていきましょう。じゃんじゃん。説明書は、あ、一応入ってますね、中に。清潔に保ってくださいということで、こんな感じで書いてあるよと。うん、電池はいらないですね。おー、おー、でかい。あ、重たい重たい。え、めっちゃ重たい。重たいぞ。いいね、これいいじゃん。これ説明書ないと意外とむずいな。これが飾り用ライトセーバーですね。これは黒なんですけども、飾り用のライトセーバーなので必要はないですね。とりあえずじゃあちょっと爪楊枝を持っていきたいと思います。さあ、ということで爪楊枝取り出持ってきました。一度に入れる爪楊枝は2、3本が推奨ですよと。腕パーツ、うお、腕パーツって書いてあったけど本当に腕パーツや。びっくりするぐらいパカって取れたわ今。ここが取れるんですね。腕をピッと取ると。そして爪楊枝の向きは、尖ってる方を外向きにして、1、2、入ってく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 、入ってるよ。ここに、おー、入った入った、ほんとだ、入ってる入ってる。でここで閉じると。はい、面白いね、爪楊枝、別売りの爪楊枝ってさ、なかなか見ない表記だよね。で背面レバー、ここですね。これ背面レバーをしっかりつまみ、スライドさせる。ゆっくりスライド。いきますよ。おっ、おおおもしれー、めっちゃおもしれーじゃんこれライトセーバー部分はね、こんな感じになってますね。ちょっと近くで見てなかったけども、なかなかクオリティ高いですよこれ、フィギュアとしてもね。おあ、落ちちゃった。なかなかゆっくりやらないとダメですね。うまくいかないですね。とりあえず、これで多分セットされてるから、もう自動でここは開きます。なので、ゆっくり行って、掴んで、おーブイーン、いいねなかなかちゃんとね、ライトセーバーなってるんですよね。トゥースセーバーですけども。すげー、面白い、これ。これ面白いわ。絶対使わねえけど。絶対日常で使うことないけど、日常で使うような商品なのに、あ、勢いが良すぎるとダメですね、やっぱ。爪楊枝とのこのバランスがやっぱり、うん。うまく合わないですね。なので、ちゃんとゆっくり本当に。あ、
あ、早すぎるとやっぱね、触れて取れちゃうっていうのもありますしね。ここしっかりこうくっついてるってわけじゃないので、軽くねくってくっついてるので、振るとね、あ、これでしっかり、あ、やっぱ取れちゃいますね。面白い、これジョーク商品としていいかもしれないですね。これ実際爪楊枝は普通にね、ピッて抜いて普通にあれですもんね。面白い、これ結構何回でも遊べるな、これただこのね、爪楊枝がね、やっぱり入れるのが一本ずつとか少量でやらないとダメですね。あー、勢いが余るとやっぱね、ゆっくりいってグッと入れて、はい、あざす。あれ、あ、出てきた。やっぱちゃんとセットしとかないとあれですね、ダメですね、次に装填されてこないですね。はい、ということで今日ご紹介したのはこちら、ダース・ベイダーのトゥース・セイバーでございました。それではまた明日。